どうも、占い師のゲッターズです。アシスタントの億万です、はい。さあ、本日は、はい、福岡県、はい、20代前半女性、福岡の女性来ました。ああ、やっぱ、女の墓場、福岡。ゆうちゃんさん、おめでとうございます。出会って約2年になる相手に片思いをしています。はい、久しぶりに好きだと思える人に出会ったので、自分から連絡先も聞き、何度かご飯にも誘いました。はい、そして楽しく飲んで、話して帰るのを繰り返し。クリスマスも彼の誕生日を一緒に過ごしたのですが、特に進展なし、体の関係があるわけでもなく、彼が何を考えているのかどういうつもりか分かりません。彼のその態度にもやもやしつつも、何も言わずにずるずると2年諦めた方がいいのでしょうか。あー、真面目なんじゃないですか、この男性が。あ、岡村君いいこと言う。いや、いいと思う。絶対信頼できると思うよ、これ。クリスマスも彼の誕生日を過ごしたのに、そういう体の関係ないのは僕は応援したいですよ、この恋愛。うん。この恋愛を応援したい。どうでしょう。ああ。え？どうですか。これまた難しくないけど、はい、真面目な人がさ、はい、いいけど、真面目な人が全員と会うと思ったら大間違いだからね。真面目だからこそ合わないっていう。うんうんうん、ゆうちゃんさんは才能と、まあ、心まっすぐなところと、はい、尊敬できる人が好きみたいなところは非常にいいんですけども。いやいや、ネガティブが入っての疑い深いところがちょっと強く出るのと、ここ1、2年でしょ、2年ですね。この恋は、蓋を開けてみると本心タイプではないと思うので、この方ではないです。え、ゆうちゃんさんが、はい、あ、今までは多分好きになったタイプじゃないと思いますんで、うん、どっかピンときてないのが本音だと思います。うん、彼は優柔不断なので、自分から積極的に来るってことはほぼないと思いますんで、試しに告白してみた方がいいです。あ、むしろこっちから、うん、付き合いませんって、うん、付き合ってできますみたいな。まあ、そうですよね。でもだってクリスマスも誕生日も過ごします、一緒に。あ、でも一個あんのか。え、なんすか。彼が多分巨乳が好きなので、え、ゆうちゃんさんが胸がなかったらちょっと、あー、なるほど、ってなっちゃう。すっげー入れるからですよね。いや、入れてくって脱いだ時のがっかり度合い。あー、そっか。あのがっかり度合い俺は味わったことあるから。あのがっかり度合い、飯田さんそれ味わったことあるんですか。あるある、昔ね。俺全然違うじゃないかって言ったよ。だったらなかったらないでいいのよ。あー、そっか。だったらなかったらパッと6枚も7枚も入れたら、パッと7枚入れたらもう7枚入れたらもう別人になるじゃん。はいはいはい。で脱いだら何にもないと、いや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 、それはもう詐欺だ。君はもう詐欺、詐欺です。詐欺ですもん。広告と違います。それは違います。それはもう付き合いできません。消費者庁に行かなきゃ。付き合いできません。付き合ってましたけど、別になきゃないで別にいいんだけど。そう、確かに別に。その気持ちが嫌ですね。でもね、そのちょっとごまかそうという。そうそう、別にそこはスレンダーとスレンダーで服は似合うし、気にしないもいいのに、気にしすぎて。でもちょっと多分巨乳好きだと思います。巨乳好きですか。胸元空いた服を着ていけばいいです。なるほど。あるなくじゃなくて、はい、ちょっと空いた服を着ていくと、あれですね、落としやすい。得意の肩出すやつですね。あの肩斜めになってる、あの肩出すやつも最近着てないでしょ。エロい女性が着てるあの斜めのやつですよね。左の肩だけ出るやつ。そうそうそう、あれです。ワンショルダー。何？なんてワンショルダー。オフショル。それですよ。オフショル着ましょう。うん、まあ、そういうの着て。はい。寝はスケベなのでチャンスはあると思いますんで。 そうなんだ。お酒飲みに行ってって言うんだったらチャンスあると思いますよ。で、それ告る、こっちから。そう、楽しく会話してるなら、はい、もう終電逃して彼んち行ってください。おお、すごい。オフショルでね。そうそうそう、うん、それでまあもう積極的になれば、うん、簡単に落とせますんで。いいじゃない、頑張ってください。はい、以上ゲッターズでした。億万でした。